らも料理教室です。Go for it. Just put it on the top. Where'd you learn how to do that? この料理教室、なんと説明は全て英語です。最近はエクササイズや料理教室といった趣味と英会話を一緒に学べるスクール、コメングリッシュが主婦の方にも大人気。本日のメニューは本格フレンチ。チキンのソテーにストロベリーソースのクレープです。実は私、料理には自信があるのですが、英語は苦手。でも頑張ります。最初は英語の会話だけで精一杯でしたが、最後にはちゃんと料理のお手伝いもできました。そして出来上がりです。 Thank you、Enjoy me. はい、普通の料理教室よりも英会話教室よりもこう楽しくこう英語を使うということができましたので、よりこう先生にも質問しやすくて、そして楽しい雰囲気で英語を学ぶことも料理を学ぶこともできました、はい、そういったところが人気の秘密かなと思いました。まだ、はい、話すことないですね。いや、もうこれでやめときます。そうですか、はい、以上ピカップでした。コマーシャルに続いては